どうなんでしょうね、台湾の中で中国共産党の工作というのはどれぐらい聞いてるんでしょうね、あんまり聞いてないよ、聞いてない、うん、やっぱり台湾人が危機感を持ってて、うん、それでも,ものすごくやっぱり台湾を守らなきゃいけないっていうのをすごく持ってる、うん、と僕は思ってますけど、ね、やっぱりこう、あれでしょう、香港とかの事例が聞いてる、聞いてる。 ほどほどステーションセカンド。赤石元次郎と日泰有功。日本会議唐津が提供します。ほどほどステーションセカンドの時間です。進行は私 M.J. です。そして本日のアシスタントははいふんちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日のテーマは赤石元次郎と日泰有功。 本日の解説は先週に引き続き福岡大園隊隊長の 井上正則先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの赤石元次郎ってね、第七代台湾総督なんですね。で、あの第一代から始まって、第二代が野木丸介、第三代が児玉元太郎なんです。で、小玉元太郎の時に日露戦争が起こって、で第七代で明石元次郎が台湾総督になるんです。で、一年ちょっとやるんですけども、福岡に出張中に具合が悪くなって。 それでの遺言がですね「世は死して五国の鬼となり大民の鎮を足らざるべからず」というですねもし自分が死んだらね自分の骨は台湾に埋めてくれと俺はまだ志半ばやんっていう言葉を残して死ぬんですよだから亡くなったのは福岡のグランドホテルってあるんですけどね大名にあそこの近くで生まれてあそこの近くで死ぬんですけども。 でそしてそこで埋めるというですね、うんでえー、戦後になって、えー、あの紹介石入ってきてね、うん、それがちょっとこうあの荒らされようとしたんで、うん、やっぱ心ある人たちが赤石元次郎のご遺体とかをきちっと守るんですよ。えーはい、でずっと守っててで李登輝さんがあのなった時にあの、うん これをですねもう一度ちゃんとした墓を作りましょうということで僕らが2019年に行った台北の淡水にある墓になるんですよね。で第7台湾総の時に何をしたかというとですねその辺はこれがすごいんですよ。まずね雨山東ダムってあるじゃないですか八田洋一のあれをスタートしたのは明石本城ですよ。 でこれは河南平野という広い平野があるんだけども、うん、台湾の山ってのはすごい急峻で水がふあの雨が降ったらすぐ海に流れちゃうと、うん、これをダムをせき止めたら、うん、ここの平野がもう広大な肥沃な土地になるのにっていうのを分かって、うん、あのするんですね、はい、それでウサン島ダムを作る、うん、これを始めたのもあのー。 はい、それからカナン銀行と言いましてね、ええ、銀行がやっぱりあの事業を始めるにはどうしても初め赤字になるから、ええ、どうしなきゃいけないから、はい、銀行って必要じゃないですか、うん、でその銀行を作ったのも赤嶋元次郎なんです。うん、それからキールンという軍港があるんですけど、ねはい ここも明石元次郎が作ってで、あのー、港っていうのは A 級 B 級とかあるんですけども、ええ、あの大きな船が横付けできるように、うん、そしてちゃんと線路を引いて横付けした物資をなんていう、まあ 運んだり、ね、でからあのここから台湾からできたやつを運んでそこから送り出したり、はい、それをするために線路を作る、はい、こういうのも赤星元次郎が手掛けるんですよんつまりね初代と二代目の台湾総督の時には相当苦労しました、ねはい、なぜかって毛がいの地で病気はいっぱいあるしう第3代の小玉源太郎の時にあ,のあれですね えー、後藤新平と一緒に衛生局長にさせて、えー、衛生分野とか、はい、それからあの病気を治すってことを徹底しながらやりますそして第7代の時に近代化の帳をつけるんですね、えー、だからもし赤石元次郎が近代化を始めなかったら、うん、これは台湾はあの結構早いうちに日本からお金を出さないで運営できるようになるんですよ。あ<ー>あの朝 えー、1910年に併合してから、はい、1945年に返すまで、うん、ずっと垂れ流しちゃった中島ねだから日本から血税をいっぱい持ってたんですよだから 何我々のなんか搾取したとんでもないよ <laughs> 日本の金搾取してんじゃないかと思うんですけど <laughs>、ね、台湾はね早い時期にもうあの自分のところでうまくいくようにな自活できるようになった <laughs> ということですね、はい、でもあの米もその三島ダムができたことによってね,うん、うん、ねものすごい大きな量が取れるようになったし、うん、でその時に、えー、日本の がいまって、なんかインディカ、あの、なんか、長ろい米じゃなくて。うん、美味しい日本の米と同じようにしたのがですね。ええ、末永恵かして言うんですよ。<ー>末永恵かせが。ほうらいまいってのを作って、台湾の風土に適して、美味しい米を作るんです。うん、結構早い時期に潮流から、もう普通の。そう,そう、いわゆる水筒。もう水筒の美味しいお米になるわけです。いい変わってるんです、ねはい。で、これが、これ方も福岡。 県県の出身で岡農業試験場に銅像があるんですけどねう、はい、でこういうものも含めて台湾の発展にこの明石元次郎近代化はものすごく貢献した人なんですよ<ー>ただし1年しかやってなかったから、はい、まだまだしたいことがある、はい、だから私の死しては私の骨をね台湾に埋めてくれつって、うん、歴代総督の中で唯一台湾に墓があるのはこの明石元次郎。あ いやあの台湾とかですね、まあ、いわゆる世界での明石元次郎閣下のその。 そういいこと聞いてくれた。というのはねこれを作った時の一番初めが明石元次郎って誰っていう人ばっかりだったで共産金をお願いしても「坂上の雲」を読んでて「明石大佐って知っとろ」って言ったら「あっ明石大佐ってそれよ」って言ったら「ああ」っていうぐらいの知名度だった女性の人はその明石元次郎坂上の雲読んでない人は誰もわからないというねそれぐらいの知名度だったんですけども。 なぜこんなになったかっていうのを調べたんですよ。ええはい、で、前はね。さっき1910年の時に朝鮮半朝鮮の日、韓併合の時にね。<え>完全にあの弾圧に回ったから嫌われてたんだっていうのが説があって、もうん、僕これを信じたんです。はい、でもね。今回あの頃。この をを作作りでこれの映画るにもう一度いろいろ調べ直したら、うん、違うことが分かったんですよ。うん、なぜかっていうとね「明石元城」のこの「明石工作」は戦後になって日本では一切語られなかったんですよ。うん、禁止されたんですよ。うん、どっから、うん、?CIA から。うん、CIA はこの「明石工作」のことを、うんうん、今でも教えてるんですって。 だから日本には明石元次郎っていうのがおったよって時にこういう工作をされたら困るじゃないですか、えー、だからここで一切教えないようにしたとそうするとみんな忘れるじゃないですか、えー、福岡市の人間でも忘れてるんだから、えーはあ、でかろうじて坂上恵も出てくるあの明石大佐がですね、うん、あの僕らが見た時はね原田義夫とかですね、えー もうかっこいい人がなるんですよ、うん、でそれでおおと思ってたんですけどねこの前の NHK の「坂上の雲」の時は、うん、あんまりようは分からない人がなったから分からない <laughs> <laughs> まあしかしながらあれですねやっぱり当時の、まあ、軍隊の中枢の方たちはいわゆるそのまあもちろんインテリジェンス専門の方もいらっしゃるでしょうしそうじゃない方でも大概のその。 世界情勢とかはもうきっちり頭に入ってたんですよね。そうですよ。うん、だからね。やっぱりあの日露戦争の頃はユダヤ人がすごくヨーロッパでいじめられてたんで、はい、で、そのユダヤ人をきちっと、はい、あの評価したんですね。はい、あの、トランベルドルというですね。ポーランド系あのユダヤ系のポーランド人が。うん 日本に掘虜で連れてこられてで掘虜を収容所に入れられるんですよでその時またいじめられるのかなと思ったら日本軍はちゃんと分かってるからユダヤ人だけ集めたんですそしてユダヤ教をちゃんとやっていいよっていうふうにしたんですよでキリスト教はキリスト教カトリックはこっちとプロテンスのカトリックを分けてそしてこっち側はこっち側でユダヤ教をやらせてその時にこのトランベルドールさんは あのユダヤ人のアイデンティティ目覚めるんですよ<ー>で日露戦争が終わって帰ってった時に、うんうん、あの自分は、ええ、あのもともとのイスラエルの地ユダヤの地に戻るんだって言って、うんうん、あそこの中東にね、うん、あの ガラリア湖ってあってそのガラリア湖っていうのはあのイエス・キリストの「三条の水君で有名なとこなんですけどもそこのところに入植してどん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 ,どん開墾をしていって農作物を増やして人口を増やしていく、うん、それが戦後になってユダヤ人の国イスラエル建国につながるんですよ、うん、それまでもう砂漠だったからねあそうなんですね遊牧民しかいなかったのにあるんです、はい、あのこれあのー、イスラエル行った人から聞くとね、うんうん、はっきりと国境線が見えるんですって。 国境線がね、何があるか、うん、こっちはね茶色、うんうん、イスラエルに入るとね、うん、緑になる。<ー><ー>それだけの考えをやったということですね。ハイテクでね水をちゃんと、うん、あの水を撒いたりね、はい、するからここ綺麗に分かれるんです、ね、<ー>すごいなと思いながら。 まあ建国についてはねまたいろいろとありますけどねでもね70年前の昭和27年にね来るんですよベングリオンがねまだもう独立して間もない日本に対してね国交を結びませんかアジアで最初に来たのが日本なんですよ。ボボロロてその時は日本もまだでもそれをやったのはやっぱりその時の恩に対するものがあるんですね。イスラエルの建国は 日本に捕虜にならなければ怒ってないんですよね。ああ逆な言えば<ー>で,ううで、ね、イスラエル大臣をしっかりとまとめたあの助けたからえ<ん>、えー、日本がお金がなくて国債をね、うんはい、あの日朝戦争の時に発行した時に、うん、それを。 できるだけあの買ってあげましょうと言ってまとめてくれたのがヤコブ・シフというヤ人なんです。うん、でこの人が、うんえー、作った会社がリーマンブラザーズという会社で、うん、ねあのちょっと前にそうリーマンショックのリーマンブラザーズだと、ね、僕らはあシフの会社がなくなったんだって思うんですよ。はい、でほとんどの人は知りませんでしたどね。だからユダヤ人と日本ったらやっぱり、はい、すごくそういう意味では。 あの共通点がいっっぱいあって、ねまあ、いあてろんな意味で共通点があると言いますよね。でユダヤの人がアジアで目をつけてるのが2つあって、はい、1>, 1つが、ね、台湾なんです、うんうん、でこうずっと日本列島があって九州があって南西諸島が台湾があるでしょ。だから沖縄戦を守る32軍っていうのは、ね、台湾からほとんどが中止されるんですよ。 台湾って重視されてたんですよ、ええ、でもね本当戦後になってなんかあのアルバニア合意から台湾がねあの独立何て言う国際連合から離脱してから日本は断絶しちゃうでしょうう冷たくなりましたね。でこの内容はね門田竜将さん僕、うんね、仲良しなんですけどね門田竜将さんの「日中友好侵略史」っていう9月1日に発売されたこれくらいの分厚い本があるんですけどね。 ここににね見事に書かれは<ー>ねこれはねもう全あのチャイナが好きだという人は全員読んでもらうと <laughs> もう嫌いになりますよみんな。うーんね、お母さんには「大丈夫?」ってなんかそういっぱい迫害を受けてないって言ったら「もういつもだからもう大丈夫よ」とかなかなかね、まあ、チャイナ好きな人は共産主義の主義も好きですからね。いやでもというよりもね憧れる。うん 憧れないでしょって僕らも若い頃はねアメリカにいっぱい憧れてたけどね、ええ、台あのチャインに憧れたこと一回もないんだけどねその辺はねいわゆる共産党からのいわゆる。 まあ、文化がないじゃないですか。っていうかね、今ね、あの憧れてる人はって、あの当時代の。李白とか杜甫の、あの、この、この文芸とかね。それから、あの、ええ、定岸西洋にでる、幻想皇帝の、あの、知性とかね。そういうのが来るんだけど、当の時代のチャイニーズと、今のチャイニーズ、人種も。あれも全く違いますからね。はい。もう入り混じってね。その辺を。わざと。我が国民に。 勘違いさせるような報道<う>番まあ報道もそうですけどだからお金,がお金が流れてるんでしょうね,ね番組もすごいですよねうお金が僕メンお金が流れててねお金もらうんだけども、うんええ、でもね このお金もらったあとにもし日本がそうなっちゃったら一番初めに切られるのその人たちですからね。ですよね私もなんかそういうことだって裏切り者はねもうだからねそういうふうなものを感じた時に日本の今って何をしなきゃいけないかっていやっぱりインテリジェンスオフィサーがやっぱりいるんですよ。 あの僕も何人か知ってるんですけどね、ええ、あの自衛隊の中にもいるんですよ、うんうん、でもねその人たちが上げてきた情報を受け止める機関がないんです、うん、受け止める組織がないんですで受け止める人材がいないんです、うんうん、受け止めてまたそこで分析せない感じしないですねそう分析して実際どうするかってことをやんなきゃいけないのに、うんはい、それがねうまくできてないんですよだから日本人はやっぱ賢いですから、うん、もう自分がそっとヨーロッパに行ったらあこうこうこんな これはややばいいんってうのがかるわけです台湾で言ったら、これはやばいやんって分かる、うん、そういうところから情報が上がってきてるのに、うん、その上がってきてる情報をしっかり受け止められないから、うまく使えないのが現状じゃないかなと思いますそれをやっぱり受け止められてたのが、はい、あのやっぱり安倍元総理は、そこら辺は結構受け止められてたんです、うん、それでもやっぱりいっぱい漏れてました、はっきり言っていっぱい漏れてました。うんね でも今の岸田総理ではできるかできてないです全然うです、ね、もう全くもう,もう聞こうともされないんじゃないかなと思うぐらいね、はい、だから今の日本が置かれてる立場台湾が置かれてる立場<っ>これね日本と台湾ってねもうあ,のあれなんですよ運命共同体なんですよ、うんはい、ここがわからないで、ね、なんでその運命共同体なのかって言ったら 天然ガスも石油もみんな台湾海峡を通ってくるんですよ。ここを止められた日本は一発で火上がります前もこう行った時話しましたけど、うんはい、原子力発電所を半減罰案が止めるわけですよ、うん、止めてたらどうなるかって言ったらここ台湾海峡を止めた瞬間に干上がるんですよ。 でも九州だけはねやっぱり賢いんですよね九州人っていうのはね唐津の人も賢いんですよねちゃんとするからね動いてるじゃないですか何かあった時には九州だけは食料自給率も高いし電気もちゃんとあるし水も豊富にあるし九州だけは生き残れるってうでもそれだけね生き残ってもねそう東京の人はねもうちょっと考えろよと思うんですねやっぱり九州と 台湾がきちっと、ええ、あの結ぶ、さっき言ったイスラエルは台湾に目を向けています。うんはい、イスラエルは 日本じゃなくて九州に目を向けてるんです。はい、だからにイスラエル、九州、日本、はい、同じような大きさですけどね。うん、これがこうきちっとこうするとね、大きな黄金のトライアングルになるという風に私は思ってましてね。で、そのために赤石元次郎という火を作って、ええ、こっから発信をしたい。はいもう一度考えてもらいたいということで火を作ってます。はい、で、それだけではなくてですね、どうせならばあの映画を作ろうということで、うん、まあ若干お金に余裕があったもんですからね、えええー、映画を作ろうということでその。 映画を作ったんですけども、はい、この映画がですね、えー、明石元次郎ってどんな人うん、うん、それからもう一つはです、ね、明石元次郎が台湾で何をしたか、はい、そしてもう一つはね明石元次郎が今度戦後にどういうふうなもう亡くなってるんだけどね明石元次郎さんの長男さんがしっかりと台湾を守るんですよ、はい、これが根本博史というあの<あ>中将に、ねはい、行くんですけどねはい、はい、ありがとうございます。 それではまた後半ですね引き続きお話し聞きたいと思いますここからは谷口隊長のドガンドガンデラックスをお送りいたしますこんにちは谷口です前回ロシアを知る上で一番の鍵となるのは KGB であることこの組織はロシア革命後の内ゲバ暗殺集団から始まりその後名前を変えながら活動を続けやがて世界を動かす情報機関に成長したこと それが可能だったのは世界大恐慌やファシズム大統などの影響により共産主義を理想主義とする考えが当時世界中に浸透し各国の優秀な人材が工作員などとしてこれを下支えしたのが原因であったことなどをお話ししました今回はその続きでこの組織が具体的に世界の歴史に対してどのような影響を与えたのかについてお話ししますまず、 欧米関係からお話しします欧米関係では工作員やその影響を受けたものを英国と米国の政治の中枢に入り込ませて両国をソ連の友好国に変貌させソ連に対する大規模な支援を実施させましたそして第二次世界大戦でドイツに攻勢をかけるための連合軍の上陸場所ソ連国境に近いバルカン半島から遠いノルマンディーに変更させました。 これは戦後ソ連の影響下に入るヨーロッパ領域を拡大させるためです。さらに各国の手の内を全て掌握した上でヤルタ会談に臨み戦後の世界でのソ連優位を確定させたばかりか英米から原子爆弾の開発製造に関わる機密情報まで盗み出し戦後いち早く原爆の製造に成功しています。これらの全てに KGB 当時は NKVD と呼ばれておりましたがこれが関与し関係国から必要な情報を盗み取り誤った情報を拡散させるなどして悟られることなくこれら工作を成就させているわけですどれも驚愕すべきことですが日中関係日米関係ではさらに深刻ですソ連は英国と日本を最大脅威国と認識して アジアではその日本の脅威を徹底して排除する活動を展開しますがここら辺の意識は日露戦争で日英同盟にしてやられたとのリベンジ意識なんですね。まず対中関係では共産党と国民党との内戦状態にあった中国で国民党をうまく操ってこの内戦をやめさせます。そして次にに国民党とと日本がが戦争を始めるように仕向け先端が開かれた後は 日本軍に大敗して日本との和平交渉に応じようとする国民党政府の動きを封じ込めあくまで日中,戦日中間での戦争が継続するように仕組んでいるのですついで対米関係では米国の民主党の内部にソ連の工作員などを送り込み日本に寛大であった共和党の経済政策の失敗に乗じてすかさず政権をこの民主党に移行させ 米国の対日政策を強硬政策に転換、日米が相争うよう海戦に誘導させているのです。さらに対戦後の世界秩序について話し合った。ヤルタ会談では1。米国提唱の国連構想に反対をしない。2。日本に対する原爆投下を非難しない。3。 この戦争は日本が引き起こしたことにして日本を侵略国とするプロパガンダに協力するとのソ連にとってただ同然の協力の見返りに東ヨーロッパと満州、それに千島列島を領有することを米国に認めさせているのです。もうすべて驚くような内容というか我が国の近現代史がひっくり返るような内容ですよね。ところでどうしてそのようなことがわかるのか 皆さんんは疑問に思われれるかもしれませんこれは近年リッツ・キドニー文書ベノナ文書マスク文書イスコット文書バシリエフノートミトロヒン文書と旧ソ連の公文書やその当事者の記録また米国によるソ連暗号通信の傍受解析記録などそれまで開示されてこなかった重要文書が次々と開示されたことで明らかになってきたのです。 欧米各国ではすでに驚きをもってこれら開示文書の翻訳と研究が進められ近現代史がそれまでのものとは全く違ったものに見直されているのですまあここまでお話ししたところで時間となりました未開示の文書が変える現代史翻訳研究これこそ国益次回はこの続きをお話しします谷口でした谷口隊長のドガンドガンデラックス いかがだったでしょうか。それでは後半に入っていきたいと思います。はい。え後半はですね、まずはちょっと日台友好のことから入っていければと思いますうんうん、うん。そうですね。はい。日本と台湾って本当にね、えー、運命共同体。はい、えー。で、あのー、今の陳明秀さんというね、福岡総領事に、えーえー、もう。 大事な友達だか,ってだから怒られましてね「はい、友達じゃないよ」って「兄弟だろ」うって言われてね「ああごめんごめん」とかねだから、うん、理で動く人間,あの人間関係ではなくて、はい、もう本当「義」で動く人間関係なんだ、うん、というふうに言われて、ね、有効友好じゃなくても,もう一歩やっぱりあの進んでからあのやらないといけないですね。そう僕ののの友人の、ね、あの台湾の 役人さんは何言ったかったら匿名ですけどねもっぺん日本連邦に入りたいっつってます日本連邦に入って台湾にしないとと今ね昨日のサンデーモーニングか田中裕子って元法政大学の総長が中国は一つだと台湾と中国の戦いは内戦だから我々が口出すもんではないっていうバカなことを言ってるんですよ。あなのま そういう人もいれば、ええ、でも台湾というものがあって日本があの生きる。だからあのお城でもそうなんですね。はい、一つのお城だけだったら簡単に攻められるんですよ。ええ、でももう一つ城があってお互い支え合うと、うん、これは盤石になるわけですね。はい、それが日本と台湾のあれじゃないのっていうのもいますよね。まあね、安全保障安全保障というか経済安全保障の面はね、先ほど井上さんがおっしゃったように、うん、やはり台湾海峡を参加が通ってこなかったら。 日本はすぐ冷やが,、ね、がるしおまけにもしその遠回りしてきたとしても。 コストがすごいガソリンとかすごい値段になりますね。日本の国際競争力がなくなったら何かあった時ねみんな言わないんだけどすぐ分かるんですよ電気代が高いからですこれ2011年に原子力発電所の事故が起こってその後止めたじゃないですかあれ電気代が上がったんですよだから半導体もみんな出てっちゃって今半導体不足で困ってるんですよだからそれで台湾の TSMC が来てくれて九州に来るでしょなんで九州なのって言ったら原子力発電所が動いてるからなんですよ。 あるとと思うんだけど、まあ、ちょっここれ話元でいてね、えー、この、えー、福費があるんですけど主費があって福費があるんですけどこの福費の裏にうお金入れてくれた方、えー、出してくれた方、はい、名前を入れてるんです、うんはい、この名前を入れてる時にこれぜひ見てほしいんですけども、はい、日本人と台湾人も、えー、台湾人も入れてくれたんですけども。はいはい 同じ列に出てます。はい、金額によって別で分かるんですけどね。えーえー、同じ五万円だったら同じ五万円のところに日本人も台湾人も出てます。<ー>これはあのう三島ダムの時に、えー、あの発電用位置がね、うん、そのいろんな犠牲者の人の名前の費用慰霊費を作るんですけども、はい、その時に日本人と台湾人の名前を一緒にしたんですね。うん、それそれをここに入れてます。<ー> だから日本人の名前並びますけども、えー、例えばあの井上マソだったら二文字二文字で一つが分かるじゃないですか、ええ、でもね台湾人だったら陳明メイ・シュンだったら、はい、普通だったら陳さんがあって一行分けて二、えー、文字つなげるじゃないですか。ええはい、でも台湾語はね 陳明春って一つずつこう、一つ、開けないんですね。で、こうやって開けるんです。うん、だから、そういうのがね、ちゃんと火の中に入ってます。うん、だから、火の中も、きちっと台湾、日台有効になってるというね。その辺ちゃんと理解して、そうあ,あの、作るっていうところにね、うん、また、あの、井上さんの。うん、でね。ね 箱崎区のお宮の人に聞いたら、ええ、やっぱりねあの台湾のぼちぼちとね観光客が入ってきてるいですねでね映画をその時に作ったんだけどはい、はい、この映画は。 発信機と言いましたけどなかなか火だけではなかなか分からないんでもっと分かるようにというこで再現フィルムを作ったり再現フィルムはね元宝塚の男役の穂高優ちゃんがね明石元城に扮してですねもう本当身長1 7 5ンチですからもう軍服に身を固めてね福岡に明治記念館ってあるんですけどね元日本生命のビルのレンガのそこの前歩いたりね本当かっこいいあれをやってましたね。 で、えー、カ軽タ竜勝さんがこう出てきてこうナレーションやるんですよもう本当ね言っちゃ悪いですけど、えー、ノーギャラでね、えー、あのインタビューを受けたやつをうまくつないでるんですけどね本当すごいですよ。 これは売ってあるんですかこれね、はい、え非売品なんですけどもあ,ぜひあの私の方に行っていただきますとお分けすることができるというとはい1500、はい、円でお分けこれあの,あの制作費はみょうが金というかね皆さんの,、うん、あの集めていただいたお金から出したんですけども、はい、あのこれ DVD を焼いたりするお金が必要なんで、はいまあ、一応1500円というのでやってますので、はいはい、あぜひこ この、えー、ほどほどステーションにですね、はい、あのぜひ行っていただくと私のつながりますんで、でね、欲しい方は行っていただければ、はい、あの64分でですね、それからあのこれをですね、上映会をやってその後に秘話を喋ったりする公演もいくいくつかやってます、えー。はい。また井上先生はツアーもね。 えー、計画をされてますので今度ね、はい、金門島に行きたいと思ってるんですよ<ー>、うん、金門島ってね福岡市と能古島ってあるじゃないですか能古島と福岡市ぐらいの関係なんですよあんなに近いんですよで<ー>福岡市側がメインランドのチャイナでこの金門島が、うん あの野古島が金門島みたいな感じあんな近いですよね近いですよねライフライフはみんなチャイナから来てますからねだから一番初めに台湾侵攻が起るとにあそこがまず取られるんですはい。あの根本博士さんそう根本博士さんがアモイを捨てて金門島を助けるね。ただ金門島はねまだ侵されないでいるということはただねたくさんの砲弾が降り注いでますからその砲弾を使ってあの包丁を作ってお土産でね 砲弾も包丁って言うんだけどこれがね名産品だってそれから「テレサ・テン」の歌が流れてたりねそういうのいっぱいありますよままだだね我々が台湾を助けるのは我々がもうこれも終わりましたから台湾に行くってことですね。来週台湾の友達がこっち福岡に来ますけどねこうやって交流していくのが一番だと思います。 であのみ皆さんの近くにね高校とかあるじゃないですか。修学旅行はねぜひね台湾に行ったらいいんですよ。みんな喜びますよ。そうですね。古きよき日本もいっぱい残ってるもんそしてまた向こうの台湾人も日本人のことをものすごく好きですからね。大好きですからね。この頃どっかのほら高校生が台湾でなんかな水槽学部ねダンスだった踊りながら水槽なんかやってましたね。活躍しましたね紫のねもっとお話を聞きたいんですが。 えー、そろそろお時間となってまいりましたさあ本日の「ほどほどステーションセカンド」いかがだったでしょうか本日の放送や過去の放送は YouTube でもご視聴できます YouTube で「FM からつほどほどステーション」とご検索ください えー、井上先生、2>, <laughs> 2週にわたってですね、えー、本当にありがとうございました。ま,したまた、えー、お越しいただきたいと思います。いは本日はこれまで、皆さんもほどほどにお過ごしください。<laughs> はい、さようなら。後半はさ、そのちょっとあれ、ちょっとちらっと言ったけどさ。うん あのに日本軍があの日朝戦争で陸軍で戦って勝ったのはさポーランド兵を使ってたからなんだよね、はあ、でポーランド兵に向かってお前らの敵ってロシアなの、うん、ポーラン 独立じゃないのってた時そうだっつってポーランド兵がどん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 こっち側に投降してくるんです、うん、そしたらロシア軍の兵隊がこう、うん、ガンとこうスクラムでガチッとなった時にフッと見たら旅行がいない、うん、<laughs> それでね慌てて逃げ出すんですよ<ー>それがね初戦であって途中から変わっていくんだけどずっと続くんですよ。うんうん いやもうあの小玉源太郎ってさっきから出てるけど、えー、陸大将なんで,すなんで台湾総督なんあの台湾総督でもう陸軍の司法、えー、と言われた人ですよ。はいはい、で、その人があの大将なんですね。えー、で、陸軍少将の位の参謀本部の次長がのクラスがあるんだけど、えー、ここに田村祐三とか今信玄と言われた人がいるわけですよ。はい、で、この人たちがね、急に死んじゃうんですよ、えー、戦争の直前に。 頭脳って言われた分がなくなるじゃん。で困るでしょその時に児玉源太郎が大将の位なのに。自分で二階級を落として、少将クラスにつくんですよ。普通は見えないんです。こんなのは。でも私ね、それがね。良かったと思います。そう。いうはね、同じレベルのやつがね、スタッフで来たところでですね。いうこと、いうことだかん児玉源太郎が来たから、誰からも。うん。本当は大将クラスが来たから。あの一番難しいスタッフの。 うでですね。うん、あの言うことを聞かせるあらあれ。だってあの陸軍大学校の校長先生してたから、ね。<ー>だからみんなそのそこら辺の参謀たちはね、ねもう校長先生が来たんから、ね、もうなるほど、ね、聞かざるを得なかったってともあるから、ね。うんね、これもまた一つのあれかもしれないね。はい、天の廃剤かもしれないね。児、ね、玉元太郎がいて、な急す急あの大事な人たちが急性しちゃったから。はい、それで児玉元太,太郎が降りてきたからこそ。 日本を勝つたんかもしれない、うん、だから田村裕三が死ななかったら、うん、私爆量活動をものすごく苦労してるああ、さすが、さすがおっしゃる通りだと思う。で、この児玉元太郎が長岡、うん、あの長岡商所に行ってね、うん、お前何場所とか早くやめんかと、うんうん、俺たちはもうモタンバイということを言うわけですよ <laughs>、うん、ここがね大事なんです。これ。 普通の少将クラスだだったらら同期だから言えなで長岡が長岡少将が伊藤博文に行って、うん、とにかくじゃ和平交渉を進めさせようということでガンガンやるんですああ初めはもう勝った勝ったでやっしちゃったから、うん、もうちょっと勝つんじゃないもうちょっといけんじゃないのと思ってるわけよ。うん、とんでもないって日本軍はもう買う弾,が弾を買う金がなかったんだから、ね。うん でもその玉買うあの玉の買うお金はねユダヤ人の国債なんですよ。なさの前ねユダヤ人のあれなんですよ。この前広し君のであ昭和六十一年まで払わしたって言うてから。最近払えたし、それであのそのヤコブ・シフという人がねあのお金をねあの苦めする長本人なんですけどもこの人が作った会社がリーマンブラザーズという会社。全部繋がってるんですよ全部歴史ってね。 それをね,ねその場だけその場だけで今の今の価値観で全部判断しようとするから大間違いなんです。よ